それではですね、担当即修講座の方の説明をしたいと思っております、えーとね。どういう感じで皆さんこれ聞いてるんでしょうか担当、最近難しくなってきましたよね。なんとなく、この講座っていうと、えー、とまあ入門講座があって、そして担当,即習担当編っていうのがあって、で全部で、まあ、これテキスト見ちゃうと、 担当入門があってが32回で、だ担当って32回しかないのかなってイメージでしょこれだと、担当がなかなか難しいだろうしかつ、論文なんて全く受かんないよなってイメージですよね。だったら、えーと、春生に振り返っちゃうとか、あるいは春生また受けようとか、そんな感じになってる方っていらっしゃるかと思うんだよね。でもこれ、実は違いまして、去年と全く変えてしまってるんです。で、これは入門編24回ってあるけど、この中でも担当をやってしまいます。 担当24回と担当編32回って話になっていまして、担当特化のコースなんです。でそういった意味では、担当だとこれは56回あるのかなでさらに、オプションゼミって付けちゃうと、6回やりますんで、何回やるのかなえー、っと、56プラス、えー、っと、6だから、62回あるんだよね。一応そういうコースになってるわけ。で、どう変えてしまったのかなってことだけど、あの、担当編といったるのはアドバンスって皆さん知ってるでしょ私が作ったやつだよね。 の定番にになっっててていいる条文的に見ていきましょうってやつです、ね、ただ、条文的に見るって言っても、なかなかこれ、すぐ入れますかねまず入門やって、で入門講座も普通上はこれ使ってますよね。共通テキストって。で、これを使って読んで、抽象的に終わってしまった後で、じゃあ条文でやりましょうねと言って、すぐ入れます実はなかなか実はこれ難しいんだね。自分の経験もそうでした。なかなかこれ難しいわけですよ。なぜかっていうと、日本の法律ってどうなっていたっけ パンンデクテっって言ってたよねこんな話でしょ、うん、よくこれ授業でもやってますけど例えば 5x プラス 6x は何どうなりますかという式ねでこれは皆さんよくご存知のようにほぼ理解でしょ私以上にね、うん、すると x を前に出して5たす6だよねこの x は何かというと相続っていうとこだよね相続でこれは格論でしょ言ってみたら5のところが審査6が審判ないしはその後ねずーっといくって話になるわけだよね でも、条文でやるって話になると、1条から28条までが相続なんでしょ一番最初にまずこれを見ましょうって言ってる話なんだよね。で、これって全てに共通なの。出願事件についても共通。審判もそう。再審もそうとなっているところを、最初にやりましょうねと言って、わかるんですかねなかなか難しいよね。だから、私はなかなか担当を受からなかったんですよ。じゃあ、どうするべきだったのかなってことだけど、担当って実は幅があります。幅。 で担当の幅ってどういう幅ですかというと、試験ってもう決まってるのね、幅が。0から100。この幅があるわけです。この幅をちゃんとやれば、絶対試験って受かるんだよね。特に満点取らなくてもいい試験でしょ。うん、でもね、と、条文からやってしまうと、すごくすごくこれ分かりにくいんです。さっき言った構造になってるから。で、まず、この入門編では何をやるかというと、テキストは、うんと、まあ、共通テキストで使いますよ。 使って説明するんだけど、合わせて、砂糖レジメってこれ別のものを使います。ただこれは入門コンプリートなんかと違うんだね、今回のやつって。担当に特化して作り直しております。まあ、例えばこれ見ていただきたいかなと思うんだけど、えっ、ー、とね、坑立てに全部条文入ってるんです。第3項、第3項ですね。これいわゆる発明の種類っていうところだよね。発明とは何ですか発明といった場合はこうなりますね。発明には種類があったでしょそこの種類って3つあったよね。それについて、各条文ちゃんと入れていて、 線引いてあるよねこの線のところが実は担当ではこうなるんだーってことをついて書いてあるわけ。ここって。だから単元別の担当アドバンスと思っていただくといいわけです。言ってること分かりますまず単元別に見るんです。そうすることによって少なくても0から100の中のそうですね0から100の中のここ、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 これ辺をやりましたと。大体ここを埋まると7割。 この7割っていうところは実は、イコール論文の範囲と同じです。で、論文って担当より難しいですねとよく言われるんだけど、幅から見たら担当の幅を絶対超えていません。その範囲内です。7割です。まずこうやってしまうんです。で、これをやってしまった後の残ったところあるよね。この部分が、いわゆる担当プロパーのパーツになるわけです。ね、そちらはどちらかというと、もう一回、今度は、地球上的に見ていって潰すしかないよね。 それをや,やることによってどうなるかなっていうとこの隙間が全部回るわけですここのところほぼ100%事業を通じてまず単元別で担当アドバンスってやっちゃいます単元別のアドバンスです言ってみたら作り直してますだから通常のアドバンスのテキストと違っていますそこは ただ条文入っていてとなっててていとなおりますんでそこさえやってしまうと多分論文にも死するって話が出てくるので論文と担当の幅は全部終わりますそこで年内中にやりますそこはでそうしないと準備があってねとてもじゃないけど試験やろうと思ったって多分焦るんだよね年内中に終わらせてしまうんですそこのパーツってあとは残った担当プラパーのパーツについて年明けにやっていくんだよねそれが 全部で言うと、えー、っと、担当編が32回って話になってるわけ。これは担当に絶対受かるための、まあ、交差なんですよ。言ってみたら、ワイドの単基礎っていうところよりも深いかもしれません。回数も多いかもしれません。担当を受かりたいって方、ぜひ受けてもらいたいかなと思ってるわけ。回数もだってそうでしょ入門編のところ、入門と言ってるけど、これは単元別の担当編です。言ってみたら。で、担当編のところが条文別の担当編です。言ってみたらね。 で、それをやった上で、最終確認という形で、ゼミってやるわけね。ゼミってやるわけです。そこで最終確認となりますんで、担当少なくても3回回せるんだよね、講義としては。で、そういう形になっていきますんで、担当絶対受かるんだよねっていう講座になっているわけ。で、そのところが多分春の講座とか他の講座とは一番違うところなんです。よくその辺を考えていただいて、えっ、ー、とね、申し込みって決めてもらいたいかなと思ってるんです。ちょっとね、この、 これね、これだけ見てるだけでは、実は分からないんですよ、ね。で、中身が少し変わってしまってるんで、今年から。それを、ぜひね、ガイダンス聞いて、聞いてもらいたいんです。どう変わってしまってるのかな、っていうところです。相当変わってるからね。で、そうすることによって、担当で絶対受かるわけ。で、担当も50点目指しましょうってことです。で、50を目指すとどうなるかというと、後頭身もしかしたら受かるかもしれない。大体確率としては、7割ぐらい。 もう少し下がるかな ?50% くらい。でもダメだと言ったって、来年は多分受かりますよ。そこは。一応知識は担保されてるから。ただ40点くらいで受かってしまうと、たまたまだよね。それってね。大体は。うん、運が良かったんだってことでしょう。それは避けたいんですよ。ね、少なくても2年で受かるんだ。絶対です。ね、でうまくいってしまうと、1年で担当50点取って、その余力で受かっちゃうかもしれません。一応そういう講座が この講座の一番のコンセプトだとなっていますので、言ってみたら、ワイドとか、あるいは他のベーシックっていう講座とはちょっと違うんだよね。少なくとも担当を取りたいんだっていうための特化コースになります。そういった意味で考えていただければと思っております。